には主従関係、主にっていう方と従うっていう主従関係があるよね。これはね A と三角形で表されるの基本的には。これは A の場合真ん中に真ん中、これは極限に小さな円周のことと、円周とその真ん中と円周、真ん中の円周と外側の円周の間の中身っていうのところがでできてるの。この円は円や三角形は球の世界とは関係なく、球の世界では五角形と六角形で半があるんだけど、その世界はもともと円の中には入らない世界で、円では三角形とをの角数、多角形って言うでしょ、あれ三角形の意味なのを増やしたものがこの円になっているっていう意味なの。だから円の場合中心っていうのが小さな円周になってる。球の場合の中心っていうのは点で、そこから押し上げてるの。だから球の中心は自分で、円の中心は他人になってるの。じゃあこの円が個人個人に一つずつあった場合はどうかって言ったら、他人が自分を操っているっていうような感覚で、真ん中の円周が他人で外側の円周が自分なの。まあ点、真ん中の円周は点に見えるとはいえ他人なんだっていうこと。だからでももう円だって球みたいな構造にすればいいんじゃないかって言ったら、円はその平面であること自体が真ん中が円周にしかならないようになってるから、それは無理なのね。それでその三角形の方のこの主従関係っていうのは、真ん中が柱でその三角形の頂点が主なの。三角形の頂点が主だっていうことは、三角形の頂点がこのの柱、三角形の真ん中に対して、操っているっていう意味を表すよね。これまあ重心みたいなもんかな。これは、三角形柱を支えるために柱があるっていう考え方だから、柱は柱がないと、支えてもらえないっていうこと。でも円の場合は柱が柱の方を陰や陰させるっていうこと。柱と柱が反対になっているっていうわけではなく、だから需要と供給で、供給は需要がないといけないっていう考え方が三角形で、需要は供給がないといけないっていうのが、円。円って、だから円には、男と女の関係、男と女の関係っていうのは、真ん中の男、供給で、外側の女需要で、円周は円から、円周は円の中心の、円周、小さな無限に小さい円周から一定距離を保ったまま回るっていう風になってるのはそういうことだよ。で三角形の場合、これは生産、もともと壊れた十字架、これはね、まず壊れた十字架、最初はね十字架だからちゃんと双子がいた最初の父があったんだけど、自分その最初の父の双子がいなくなって、その最初の父の双子がいなくなったがゆえに、最初の父、最初の母と最初の息子で直角二等辺三角形になってしまった。だからそれを、その直角二等辺三角形になってしまったのを正三角形に戻すことで、まず最初は自分に双子がいないことを隠した。でさらにこのままじゃ時間の問題だって考えたのね、バレるのは。自分がね
自分の双子がいないっていうことがバレるのは時間の問題だって最初の父は考えたのね。だから真ん中に双子を置いた自分の。だから最初の父の双子の代わりに最初の娘を置いた。で最初の娘を最初の母や最初の息子と一緒に最初の父は従わせることでやったのね。だからこれが今度はね、最初の母が最初の息子と最初の父を比べるっていうことが中世史のあのクォークの話と同じようにもう一つ三角形ができるの。それは逆三角形、これが合わさるとマカワ、これがねひし形三つじゃない方、ひし形三つっていうのは立方体じゃないっていうこと。立方体の三角形、立方体のマカバの六角形とは違う六角形。これ、うん、これはね、六角形っていうのはひし形三つのひし形三重面体の六角形ではなく、立方体の斜めから見たひし形三つではないマカバの六角形を表すの。じゃあこのマカバの六角形は円の中に入るのね。これは立方体 をある一方向で観察すると真ん中が外側を従えてる。だから供給側も需要側を従えさせることができて、需要側も供給側を従えさせることができるっていう原因なの。だから立方体の対角線とは垂直方向に六角形ができるっていうのはそういうことで、これが三角形なんだけど、三角形と円なんだけど、円のと三角形では、まず三角形の場合ではね、周りに男や女らやらあるけれど複数人で従いさせてる場合が多いけど、円の場合は一人がいろんな人を従いさせてる場合が多いの。だから一夫多妻制みたいな感じ。だから最初の父が最初の娘を従いさせる、でも最初の娘以外にも従いさせるものがある。でもこれがもし男と男の男が男を従いさせる場合だと、その男もまた女を従いさせてっていう風になって、円周のところを回っている点がさらに円周を持っているっていう風なことになるんだ。じゃあそういう風に円周と円周になりました。でもそれ以外にも三角形は個人的にも、三角形の頂点は個人的にも他のものを従いさせている場合があるから、それは三角形のところに三角形の辺の辺の二等分してる点のところと頂点を半径とした円が3つできるの。で真ん中もそれをやってるでしょ。これは今度は内接円と外接円ができるの。この正三角形の内接円と外接円、これはさ、真ん中がずれていれば、重心や内心とずれていれば、それは、その内心や外心がずれてる方に三角形もずれるし、その内心や 外心がその従えている側になっているから、その天秤関係が成り立たないから、三角形が壊れやすくなるわけね。だから正三角形にすることによってその壊れやすさ を隠しすごまかしてることになるのね、最初の父は。でも円の場合、円で例えば最初の父がね、まず円周が小さな無限に小さい円周中心があって、その上空、それとその四面、だから紙の上にある円のと垂直方向のあの方に最初の位置を置くのね。とは言ってもこれは球の世界に入ったわけではなくて、
円の世界のまま3次元を実感してるだけなんだよ。でこれは観察するよね。そうすると円錐になるよね。円錐っていうのは今言ってる円錐っていうのは傾いてない円錐ね。だからそのまま垂直に地面に下ろすと水星になるものを言ってる。これはこれの場合、じゃあこの中心、無限に小さな円周中心と有限の大きさの円周があって、この円周と中心が、もし女と女の場合、じゃあ両性っぽさがある女と女らしさしか持ってない女がいたら、その両性の方を持っている方が真ん中の方になり、外側の方が、外側の方が女らしさしか持ってない方になる。男だって同じ、両性を持っていれば真ん中になれるっていう風に考えるわけ。でその場合、両性を持っていない男の方は両性を持っていない女の方を従いさせるから、二重の円みたい、二重の円って言っても円が2つ重なってるというよりも円周にも円があるっていうような感覚になる。さっき言ったこと、これはあと、これはね、円にはいろんな図形が入るよね。これはね、十二面体や二重面体の五角形や六角形、二重面体は五角形、十二面体はね、六角形で押し上げた結果の五角形が見える。それでひし形三重面体はもう立方体じゃない六角形、十二二重相関体って言ってももう五角形と、ね、三角形に見えるやつ、あれもともと花が開いて花のつぼみだった二重面体が開いたところなのね。これは、五角形、こういうのは円の中に入らない。球の中に球のまま入ってるけどね。でも球の中 の点は針だから、球面がない針だから、球面がない針だから、だから真ん中の中心っていうのが押し上げる側の天なんでもあるけれど、真ん中の方にはもう一つ真っ黒があるのね。真っ白の針に対して中にも真っ黒があって、その針の外側にも真っ黒があるっていう風になってるの。だからその針がね、細かすぎてそれで、見えなくて、触ってみないとわからないから、みんな球面だと思ってしまうわけね。じゃあこれ球面じゃない世界、球面しか考えられない世界の円の世界、球は ないから球面から球を作ろうとするのね。そういう世界では円の中に三角形が入る。これは元、この円の中に三角形が入るっていうのは、三角形の中心と円の中心が同じだから、真ん中の最初の娘っていうのは女だけの存在から両性の存在になろうとするっていう意味なの。これはもしこれが直角二等辺三角形が入ってるとかなると、ものすごくね、そういう風に円の中に直角三角形や歪んだ、ね、三角形が入っていると、そうすると困るのはその中心が合わないからなの。この中心が合わないっていうのは両性になってくれないっていう風に最初の父が不満に思うわけね。だから円周角の定理っていうのが出てくるの。この円周角の定理っていうのは、例えば3人の従えてる者がいる男と3人に従えられている女が一緒になったら両性になれるっていうような三角が円の中に入ってる状態で、そのうち一人の女が二人の女に見られていたとしたら、その見られている女がどこにいても見られているという感覚が変わらないっていうのが円周角の定理なの。あと六角形と円は
これは立方体のマカバの関係で、三角二つの関係で関係ある。すごく円をね、例えばコンパスで、で、普通に書いただけで、六角形ができるっていう意味なの。あれはひし形三つの感覚じゃない六角形だよ。じゃあその立方体の六角形は、そのさっきの立方体の対角線に垂直になる六角形っていうのはそういう意味なの。だからその垂直方向のね、その立方体の対角線をこうやってくるくる回すと、そうするとその周りがね、その周りのね、観察自体が回るっていうこと。だから真ん中の電子、立方体の中心の電子がそれによって波打つっていう。これがね、不確定性原理、量子力学で出てくる。これはね、立方体に入ってるから、無限のイーローポテンシャルの三次元のことになるけどね。で、これはね、六角形と、六角形や五角形は三角形では作れないっていう意味なの。三角形で、を組み合わせてからできた五角形や六角形は、立方体の切り口の六角形や五角形だから、結局失敗するのね。だから、アマナカムナの方の花の六角形、いや、蜂の巣の六角形は作れないっていうこと。これがね、一番重要。